ということで。2人で4人と出ちゃいました。だいぶちゃう。ちょっとオリジナルを練習させてもらいます。私とどっちが大切とか言われた時のこの言い訳のために僕は世界平和のために歌を歌うそういうふうに自分に言い聞かせてもう それに勝るそれがあかんとか言われたらお前なら言うてんのにそういうふうに、しないと なんとなく自分がモテ自分を維持できないという、そういうことに気づきましてそれからそんな曲をよく書くようになりました、次は現代社会を支配しているのは資本主義で、まあ、共産主義よりは資本主義の方がマシだと思うんですけれども
資本主義は結局お金の力に支配されてる。でそこを変えないとダメで、それは何かっていうと個人の欲望が自由であることがそもそも間違いだと僕は思ってまして、世界上位 1% がの人間が世界を支配、お金を支配していると俗に言われております。でそういう奴らが金の力で選挙をコントロールして、でやりたいようにやってる、まあそういうことを歌いました。目指そうよ。
資本主義を壊せと。で、資本主義の結果、生まれている貧困について歌った曲でございます。愛されない、認められない。こんな命に意味などあるのだ、教えてよ。いてつく体、いてつく心、いてつくみんなの眼差し、下げつまないで。何にもいらない、言葉もいらない、私がここにいることだけ認めて欲しい。命をつないだ屈辱の中、凝り寄りながら、ひとかけらだけのパンを狙って、ただ生きるため。私の生きてくすべてのことがみんなにとって迷惑だって、貧しいことが罪だと言うなら、いっそ私を殺せばいい。怖くはないわ。死んでも何にもいらない、お墓も涙も祈りの言葉も、死にゆくことが幸せだなんて思える私を生んだ世界を憐れんであげる。だけどお願いがあるの、私がここに暮らしていたこと、あなたと同じこの空の下で、あなたを見つめ、あなたを思い、あなたの幸せ祈っていたって、ママに伝え